武部新7月20日台は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元環境大臣政務官兼、内閣府大臣政務官、父は、元自民党幹事長の武部務、タレントの田丸真希は、義理の妹、元衆議院議員の藤田美希は義経にあたり、一橋大学名誉教授の藤田五十一は義父、北海道斜里郡斜里町出身、 北海道札幌南高等学校、早稲田大学法学部卒業後、日本工業銀行に就職。2000年に同社を退社後、シカゴ大学に留学し、2003年にシカゴ大学の公共政策大学院修士課程を修了している。同年より、父、竹部務の秘書を務めた。父が引退した2012年の第46回衆議院議員総選挙に後継者として、 北海道12区から出馬し、第45回衆議院議員総選挙で父を破った、祭り健康を破り初当選。2014年の第47回衆議院議員総選挙で再選。2017年8月、第3次安倍第3次改造内閣にて、環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任。同年の第十八回衆議院議員総選挙でも参戦と、 なった。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、同年12月22日に、武部真の講演会副幹事長であった稚内、公安施設株式会社代表取締役専務が、公職選挙法違反の容疑で逮捕された。ありがとうございます。